中だと。頬張って。子供がいて、はい、そうですね、まあ、同じような感じになっちゃうんですけど、いいですよ、いいですよ。SNS を使って発信しています、うん、はい、でも2人ともね、浴衣がまた、やっぱりね、審査する側だから自分たちもきっちりと、ちょっとよろしかったら前の方に来ていただいてもいいですか。ちょっと前、ちょっとこんな感じぐるりと回っていただいてもいいですか。すいませんね、本当にいいですね、あびやかで、はい、じゃないですか。ポイントなんかを教えてもらってもいいですか。ぜひ、あの今西さんどうですか、今回着てらっしゃる浴衣のポイント、帯だったり飾りだったりいろいろあると思いますが、そうですね、私30代ということですので、ちょっと落ち着いた柄にさせていただきまして、この生地はまあ洗濯できてちょっと涼しい生地になっております。でちょっと遊び心を出させていただきまして、この帯とかですね、ちょっとぐる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 巻いて、可愛くさせていただきました。可愛い、はい、なんかこうキラキラするものがあると女子は上がりますよね。そうですね、気分がすごく高まってまいりますが、はい、さあそしてもうね、広島聞くまでもないんだけど、まあ一応本人の力を語っていただきましょう、はい、見てわかる通りカープ浴衣をできました。いいですね。私の推しメンの背番号が書いてあるんで、はい、小園の浴衣着てきました。いやー、よくお似合いです。すごいですね、こういうのってだからオフィシャルで売ってるんですか。そうなんですよ、八島さんの方で取り扱いが、はい、そうなんだ。どうですか、その推し面の浴衣を着るという。あ、やっぱ推し面なんでいいですね。いや、いい感じ。じゃあこのお二人にまあ、ね、審査をしていただくと、はい、いうことになっておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあその審査結果がですね、8時10分からの大抽選会の後、うん、ということになっておりますので、はい、審査結果楽しみにお待ちいただければなというふうに思います。
お楽しみいただければと思います、はい、それではコンテストスタートです。ちえみさん、モデルを目指して東京に上京し、いろいろあり広島に帰ってきましたが、縁あって映画のエキストラに参加することで役者さんの生の演技を見ることができました。ベスト最後賞に選んでいただきました。現在5ヶ月の息子があり、息子にも将来夢を諦めて叶えてほしいなと思い参加いたしましたということです。になってます。そうなんでございます。なので、あのお二人はもうそれぞれ審査もされてもう拮抗してるっていうのでちょっと作ったんじゃないかなというふうには聞いておりますけど、はい、さあいかがでしたか、その審査されてみて。コンテスト、もう皆さん素敵だったんで、あのやっぱり浴衣コンテストということで浴衣重視で選ばせていただきました。はいはいはい、なんか可愛らしいポージングなんかもあったけど、やっぱりその着こなしだったり、いやもう皆さん素敵すぎて、やっぱりその最終的には浴衣重視。はあ、分かりました。そうか、じゃあ残念ながらね、そのショーに漏れた人は、ああじゃあちょっとその浴衣の方が良かったのかなとかね、そうですね、そういう風に思ってもらいたいと思います、はい、さあそれでは、はい、参りましょう。早速まずは、まずはですね、そのメンズ特別賞から発表させていただきます、はい、そう、これが新設されたんですね、はい、お名前読みますので、はい、いらっしゃいましたらステージ上にお願いいたします。メンズ特別賞は小山真一さんです。はい、おめでとうございます。じゃあこちらのステージの方に来てくださいね、よろしくお願いします。いらっしゃいます。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。あ、では参ります。グランプリはさあ、浴衣コンテストファイナルグランプリです。ティーン部門エントリーナンバー2番平川樹奈さん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。平川樹奈さん、こちらにいらっしゃいませ。今、平川樹奈さんは一番奥のステージで今、踊ってます。お願いしますよ、ドラピオールを聞かせたかった。そうでございますか、はい、じゃあちょっと代わりに取れたか。そうですね、はい、はい、あのじゃあ、やめときますか、先生、やめときます、はい、じゃあ、また、リサちゃんはいないんですが、終わったらこっちに来ていただきますので、はいはい、その時にいや、もうじゃあ向こうで渡してあげてください。はい、そしたらお二人がずっと待ってないといけないから、はい、OK でございます。じゃあちょっとエアーで僕が預かりますんで、
あ、嬉しいです。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあちゃんとか。はい、じゃあおめでとう。はじめましょう、おめでとう。はい、じゃあ渡しといてあげて。はい。はい、ありがとうございました。いやー、これは大変でございます。本当すいません。すいません、ドタバタと。ドタバタして。はい、ということでございまして。はい。ゲストのお二人、本日は本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。ありがとうございました。お二人ともね、浴衣大変にやっておりました、ね、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。さあ、それでは続いてちょっと抽選会